ないですね。あ、なんか今思いついた、インポスターの人、はい、なのです。あといいよ。いや、めっちゃ気になる。言いかけてやめるっていう。ちょっとやめてくださいよ。いや、いや、はい。終わったら言います。なんですか、その遺言みたいな。さよなら、僕の分まで頑張ってください、皆さん。センターさん、待ってくださいよ。あ、出た。ああ、どうしても喧嘩か？喧嘩か？誰だ？うるせえ順だな、多分。ぜひね、初見の方とかね、全員コメント率 99% ぐらい目指しましょう。ぜひ全員コメントしてください。かな？ドビスかな？いやー、ナイスです。嫌ですね、これ。嫌ですね。うわ、トータスさん、怖っ。なんでありました？え、いや、ダウンロード終わって下に降りたら、トータスさんも一緒に下に降りてきて、一緒に止まって、一緒に動こうとしたからめっちゃ怖かった。そんな別に意識したわけじゃない。行き先一緒なんやぐらいの気持ちやって。うん。これじゃあ、アルトさんとアベレージさん、ちらっとダウンロードしてる時に見えたかなって。うんうんうん。あと、武雄さんがめっちゃスタートダッシュ早かったですね、あれ。早かったですね。めちゃくちゃ先の方にいて。早っと思いましたね。おしっぱの人じゃん。よどんでて。なんか思いのほか行きましたね。なんかストレージぐらいまで行きました。めっちゃ走ってましたね。ああ、死んでないんで、なんもないですかね、とりあえずは。なんもないですね。あ、なんか今思いついた、インポスターの人。はい、なのです。あといいよ。いや、めっちゃ気になる。言いかけてやめるっていう。ちょっとやめてくださいよ。いや、はい。終わったら言います。なんですか、その遺言みたいな。さよなら、僕の分まで頑張ってください、皆さん。センターさん、待ってくださいよ。あ、出た。ああ、どうしても喧嘩か？喧嘩か？誰だ？うるせえ順だな、多分。じゃあ、クロムさんでしょ、さっき。んちゅぴゅほいほいほいじゃあインポスターの人に助言仕掛けちゃったけど、でもそれだとちょっと推理予想に入っちゃうかなと思って書いておきました。終わったらいいよ。なんかここ結構キルクールタイム稼ぎやすいからあんまり大通りとか行かなくてもいいんじゃねみたいな言おうとしたけど。めっちゃちょっといろんなあれになっちゃうから。これ好き。一番好き。青オレンジ、黄色。あれちょっとありがとうございます。はい、ありがとうございます。ああ、死んでる。恐ろしい。次に動き出したやつらが。片迫、クロム。俺、これがいい手なんか悪い手なんか分からんけど、あまりにもバイタル見てたら2人死んだから。そしたら義足、今監視カメラ見てたんですけど、はい、先端さんとアルトさんは今、あれアルトさんとアベレージさん3人一緒にいましたよね。サントス、アルト、アベレージじゃないと僕だね。先端さんもいます。停電直した瞬間はまだ誰も死んでなかった。停電直したのが義足さん直してくれて、その後アベレージ O2 行って、先端さんと、サントスさんと一緒に作業してました。でその後、ウェポンの上通ってオフィスに入るドア開けてる途中ぐらいでなりましたね。コミュニケーションからさ、左側に抜けてった人って誰だっけ？コミュニケーションに一緒にいたのはアルトですね。高田さんと一緒にいたのは僕アルトです。俺コミュニケーションからデッタで、ウェポン側に降りた時にクロムが出てきて、で左に行ったと思うんだよ、ボイラー側に。ボイラー側には来てない、見てない記憶する感じだけど、プリーさんもそっち私たちいましたけど、黒川さん見ました？いやー全然見てないですよ、ね。誰側に行ったと思うんだけどな、俺すれ違ってるからそこで。ごめんなさい、どこら辺ですれ違ったんでしたっけ？コミュニケーションとウェポンの前、本当に。コミュニケーションのあれでしょ？俺がコミュニケーション停電開けた後でしょ？開けた後。うん。停電中に俺がいて、一緒に張り付いてたのが高田さんだった。それは覚えてる。うん。まあ、全然他の目撃証言ないですか、畑迫さん。竹を、アドミン、除染室、スペシメンルーム、除染室って来たんですけど、そっちには来てなかったですね。ラボとか右上あたりですかね、じゃあ。わかんない。武雄さんがいるのを証明できる人はいないから。あ、そっかそっか。うん、ほぼ同時に死んだと思う。もう一回押した方がいいですかね、これ。あ、もちろん。全員で押しましょう。了解。あ、サボタージ対策をする。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、話の続きお願いします。あ、監視カメラ見てた義賊目線の話もう一回いいですか？お願いします。はい、先ほども申し上げたんですけども、義賊目線からその左下にいたのが先端さんとアルトさんとアベリジさん確認できてるんで、この3人が多分キルには多分無理だと思ってて、はい、あとトータスさんがボタンを押して、トータスさんがボタンを押してくれたんですけど、トータスさんも。心電図周りでずっといらっしゃってですね、おそらくキルに関してはやってなくて、で心電図の報告もおそらく正しいと思うんですよ。で、僕の監視カメラからだと、サントスさんは確認できてなかったんですけど、アルトさんと、あれそこ、とりあえずサントスさんもいらっしゃったんですよね。絶対無理、100無理です。アルトさんはちょっとだけわかんないけど、アベレージさんとサントスさんは絶対無理です。もう100無理です。3人以上いました、ずっと。そしたら一応監視カメラ見てる義賊視点は、高田さんと武雄さんが一番浮いてるように見えます。高田、武雄。ああ、ロラするか。視点はめっちゃアルトだなって思う。アルトさんの行動をもう一回教えてもらってもいいですか？停電後でいいですか？コムズ入って、タスクやって、その後、ボイラーに行って出てきたら、上からアベレージさんが降りてきた。の流れ。コミュ内にしたいって考えられますかね？コミュニケーションが後に出てるから、高田さんがインポスターじゃないんであればないです。アルさんでもめちゃくちゃいたけどな、ボイラーを打つあたりにずーっと。いや、高田武雄に1話潜んでる気がしますけど、ね、そうですねそうですね。武雄ってマジで誰にも合ってないんで、本当に皆さんのその推理次第なんですけど、そしたら高田武雄でローラーします？マジでローラーかな。いや、4キルはありえるか。あの3キル。あー、アベリーさんとセンカさんどっちに入れます？合わせますよ。僕、じゃあ俺、アルトとペアにしてほしいんだけどな。武雄さん浮いてるんで、武雄さんつって高田アルトでいいんじゃないですか。そうですね。申し訳ないけど、武雄さん入れさせていただきます。ごめんなさい。村だったらごめん。村だったらごめん。ぽちゃん。いや、ボタン押そう、一応。了解です。あら。いいのか。ありがとうございます。はい。で、ローラーでいいんですよね。ローラーすんの？あれ、ペアになった。いや、でも、いや、2浪、いやいや、押してほしかった、僕は。あ、よかった。2浪も、一応なくはな、かな。まあ、そうだね。まあ、と思うから。じゃないと、確かにローラーしないと、武雄さんの死んだ意味がなくなっちゃう。そうなんですよね。武雄さんの死を犠牲にしてはいけません、皆さん。じゃあ、僕、誰と行動すればいいですか？あ、じゃあ、僕どうすか？あ、いいですよ、全然。はい。あれアベリージさん隠しる位置だから、アベリージさんもったいない気もするけど、どうなの？じゃあ誰でもいいですよ。アルトさん目線は高田さんどんぐらいらしいですか？何パーぐらい？黒川クロムさんを僕は左で見てないので、ボイラーに行ったって言ってる、ボイラー側に行ったように見えるって言ってるけど見てないので、何パーぐらい？ああ、40%ぐらい。わかんないっていうのが本音。わかんないか、まあ、わかんないからこそロラシオって提案したんで、まあ、妥当か。なるほど。あ、じゃあ高田さん視点だと誰だと思います？俺アルトだと思ってる、はい、とりあえず黒も作っていったもんね。コミュニケーションをアルトが先出てって、俺後ろから追従で出てって、ウェポンから出てきているクロムが左側に抜けていってたから、で俺そのままウェポンに入ってるから、時系列的に全員が白照明できてんだったらアルトぐらいしかないなって思う。高田さん釣るなら逆算して、はい、トータスさんの一応下消しも追うならアルトトータスかなと思う。あ、でもトータスさんずっとそのカメラ見てたって貴族さんが言ってくれたじゃないですか。だからペアでしょ、要は。あ、ペアの話。ああ、まあまあ。あ、すごい、すみません。カメラって4分割じゃないのにそんな見れる？あ、僕もう矢印連打してもなんかカメラ回しまくってたんで。すげえ。プロゲーマーだ。信用できるかだけど。てかまあそれにしてもカメラ情報であれ。そう、ほぼ合ってるし。私がいないかった話にわざわざすり寄ってもないから、カメラは真実だと思うんですよね、正直。カメラの話は。じゃあ、アルトさんついてくの結局僕でいいんですかね？俺じゃなくて？あ、じゃあ、トータさん、お願いします。じゃあ、トータスアルトですね。はい。了解です。やったねー。綺麗に終わりましたね。おい、全部無駄だよ、そのペアの話。ダメだね。やば、強っ。まさかの竹雄さんめちゃくちゃ綺麗に殺していったんですけどね。いや、浮いちゃうんだよな、2キルね。やっちゃう。むずいですね。監視カメラが刺さりましたね、今回。いや、今回マジ監視カメラないですね。めちゃくちゃ白かったね、貴族さんの証言。ね。トータスさんとちょっとあれでちょっとうまい具合に噛み合ってるから、バイタルとカメラででした。いい感じが怪しくなっちゃったわけですね。これはもうクルーメイトが100点満点すぎたな、ちょっと。いやー、素晴らしいですね。どうやっても上回れなかったと思うな、誰がインポスターやっても。運もあるけど。今強かったですね、村サイドの動きが。ですね。だいぶ3人で固まった上にカメラ見て、で心臓のやつも見てで、押したタイミングもねバッチリでしたね。そうですね、トータスさんもナイスだったな。ありがとう。俺、あ、そういえばここバイタルあるやんっておもろなって見てたんや。そしたら電気切れた時にコミュニケーションサボタージュがいいかもしれないですね。そうね。ああ、見れないですしね。あとでもやっぱ2キル、そう人外同士の行動か、人外同士連携取れないのはやっぱ結構きつい。マップが広くて。ああ、確かに。逆にね。逆に分かんなくて。意外とみんな固まってて、あ、浮いちゃったみたいな。あ、なんか偽像が3体いるんですけども。あ、ほんとだ。なんだこれ、誰が一体本物なんだ？本物いないんだよ、誰も。あ、増えた。うわ、誰が一体本当なんだ？あ、あれ、ちょっと。でもこんだけいるんだったらやっぱ本物絶対混ざってる。あれ、増えてる。一人もいないんだよな、本物は。楽天カードみたいな。あ、また増えてる。多いな。いや、また増えてる。いや、怖い。助けて。夢に出る。色的にはアルトさんないけどね。俺ちょっと少し落ちたいな。トイレから戻ってきたらなんだこれ。ちょっと待って、僕課金してないんですけど。アルトさんもしかして。これ課金じゃなくて大丈夫。嘘だー。アブリさん、これデフォ。これデフォなの？いや、これ10月ハロウィンの日付を経験してる人が付与されてるみたいな感じなんで、ちょっと待ってくださいよ。確認してなくても持ってない人はいるし、持ってる人もいます。持ってない、やだ、怖い。お腹も外れにしないでみんな。大丈夫大丈夫。一回ね、パソコンの日付をね、ハロウィンにして。いいですか、そんなにやっちゃって。そうそう。じゃあ今やります。今やります。これ一回抜けた方がいいのか。一回抜けて。いやー、アマンが待機しないといけない。ああ、まあ、今度やろう。むしろ1キルずつの方がいいのか。いや、2キル、そう、むずいな。通ったらもうれは。2キルがね、通ったらもう何も議論進まないまま、そのままストレート負けするから、ついよな。なんか、ハテナハテナハテナがいる。ね、この人、僕の横の人、アルトさん。アルトさんかな、アルトさんっぽい。この人、アルトさんだ。はい。警備員じゃん。よいしょ。あ、安心感が。よいしょ、もう外せもう外せそんなあと僕言おうとしてたことが気になる。なんか結構ペアとか、なんか高田さんペアで殺してたじゃないですか、あの時も結構僕ここ隠れれる場所多いから、なんか道連れキル結構しやすいなと思って、キルクールタイム稼げる場所が多いから誘導して、そうだから、ペアとかになって、殺した後、ベントとかで、なんか例えばアドミンの、右下の方とか、ウェポンの、外の左下とか、あと、トイレの、下の外の右上とか、標本室の近くとか、の外とか、外で、キルクールタイム稼ぐって、もう1キル、2キル強引に奪うっていう戦略もあるなと思って。いろいろできますよね。スペシメンとか釣り込まれたら怖いですね。怖いね。あえて、先に使って、キルクールタイムを、こう、稼ぐとかね。ああ、なるほど。そう、後ろについてきてる人が入れないようにしてとか、なんかいろいろできそうだなと思って。戦略の幅広がりそうですよね、ここね。ここの人たち、神殿図意識もバリバリに高いから結構攻められるときついんだよな。ああ、めんどくさそうですね、それ。確かに。いや、コミの場所があんまり良くないんだよな。確かに。すぐ直されちゃうから、ここぞって時に本当、ヒリの時刻を。心電図見てる人殺していくしかないですよね。あ、それもありだね。それも強い。あー、面白そう、それ。容疑者増えるからね。あー、いっぱい殺したいですね。カメラで見るの怖いから、電動後ろあるからさ。おお、マジであるね。端っこだし、奥まってるし。確かに。